どうも、ダーリンです。よろしくお願いします。ちょっとパソコンの電源入れて一発目なんで、思ったようには動けないかもしれませんけど、まあまあ、そんな言い訳はさておき。危ねえ。もう全然声出なかった。まあ、お互い初心者同士頑張りましょう。でも次は負けたくない。次、あっけなくやられるんだよな。このゼロ距離やだ。このゼロ距離怖い。もう何があるか分かんないからね。ここで油断したらやられるよ。ゼロ距離、ゼロ距離怖え、怖、突っ込んでくる人怖いわ。よし、相手の心を
俺のとこまで来たか、ついに。もしかしてハンデでこっから本気でやるぜ的なことをやったら嫌だな。やったぜ、これは完全勝利。これは完全勝利と言っていいでしょう。もう身も心も折りました。ついに今までここまで来れるようになったか。ありがとうございます。さてさて、わお、全部外したな。エイム死んでるな。なんか楽勝って言われてるのがメニュー、なんか分かるな。OK。危ねえ。やっぱ近距離エイム苦手なんだよな。この辺やっぱりもうマウスのもう差がなんですかね。リング入るかどうかなんだからな。もうエイムなんだよな結局。なんでアサルト出へんのよ。アサルト持ってなかったんかな。あとでスローで見なあかんな。何を失敗してるのかな。ちょっと丁寧にいかなかな。でも壁取られた後の対応がちょっとダメすぎる。
あるね。今のは気持ちで負けずにちょっと前へ行けたなっていう、そんな感じです。まあでも一歩間違えたらもう負けなんでね。あれはあんまり良くなかったです。壁取られた後の対応が良くない。おっと、心折ったぞ。これは心身ともに勝ったと言っていいでしょう。というわけで、ありがとうございます。いやー、相手がね、落ちてくれるのは、本当に、心折った証拠だと思うんで、これは素直に喜びたいと思います。ご視聴ありがとうございました。終わります。ご視聴ありがとうございました。今後も動画をアップしていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録と通知の設定をお願いいたします。動画にいいねやコメントをいただけますと今後の励みになります。このチャンネルは収益目的で開設したものではございませんので、今後も気楽に見てください。ありがとうございました。